コトキがこっちにいた方がいいんだね。もう一個椅子ある。君ここに座ってください。はい。こっちは俺が座る。ああ、これ。うん、だって、うん。カメラはこっちがいいよね。あ、これなんかしかないと床気がついちゃいます。狭いから。大丈夫。広く大丈夫。うん、うん、はい、じゃあ始まってます。カーテン見えないです。一応扉閉まってます。鍵、鍵、あ、鍵、うん、はい、大丈夫です。なんでバーカムある下に傷つくんだろうね。はい、いきます。昨日もありがとうございました。ブラックのスカート、こちらこそです。ありがとうございます。何さんって言うんだろう。蝶野さん、購入したものです。ブラックのスカート、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いきます。はい、はい、皆様こんばんは。はい、しまくインスタライブもチャンネルの時間です。今日もよろしくお願いします。はい、はい、昨日のあれだ、チュールのね。あ、チュールの、うんうん、うんうんうん、蝶野さんか。わかんない。 TY、 うん、 TY、 うん、まあね、ありがとうございます。ここオープンする前の初レジのお客様で、うん、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日は新1号店からライブします。はい。うん。いいごめんなさい。はい。はい。うん。もう一回。はい。今日は新1号店からライブやります。はい。はい。よろしくお願いします。はい。はい。じゃあ行きます。はい。はい。はい、じゃあ今日、なんだテーマは。テーマ特にはないんですけど、はいはいはい、各自それぞれ思い思いのコーディネートで、はい、ということですね。はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、うん、こっち行ってもいいじゃない、いろいろそこに立ってて花になるわよみんな。はい、まずすごいご紹介したいのがこちら の、うん、あの今日ホームページにもアップしたんですけど、ね、いいよね、すごいサッカー生地の綿の、うん、はい、防体ブラウスになります、はいはい、これがすごいおすすめです、うん、色がいっぱいある。そうですね、うん、全部同じサッカーよね、はい、生地がボコボコしてて、これはあの折りとしてボコボコさせているので、いくら洗濯してもこのボコボコは取れませんので、安心して洗濯機で洗って大丈夫です。はい、なんか出したばっかりであれなんですけど、わー、新店だ、あ、おめでとうございます。今度東京に来るときライブでお邪魔しますね。ジーナさん、ぜひぜひ、うん、ジーナ、はーい、ありがとうございます。そう、ジーナ綺麗でしょ、うん、ね、念願のねっていうか待望のアンレクレがあったところをシマーク移転しました。急遽ね、急遽ね、決まった感じだったので、はい、ぜひいらしてください、うん、ぜひです。はい、でこちらがそのサッカー生地になります、はい、もう夏にほんと涼しくって気持ちのいい生地で、うん、ほんと快適って感じの生地なんですけど、うん、はい、これは、とっても綺麗ってね、うん、うちであのよくやらせていただいてる、うん、このあのここをギュッとシャーリングすることで、はい、あのここの空きを決められて、はい、さらにこう防体になるという、うん、ノースリーブの防体ブラウスになってます、はいはい、なんであのここがガッと開くのですごい脱ぎ着しやすくって、あのとにかく着やすいです、うんうん、なんかやったら気に入ってるよね。
やたら気に入ってます、はい、もうなんか分かっちゃいます、鼻息荒かった、分かっちゃいました、ずっとやってるデザインなのに、なんかね、これめっちゃ鼻息荒いよね、もう着いた日から店頭の一番前に出しちゃってて、うんうん、そうそう、いやすごい、本当に遅れた子だよね、めっちゃ鼻息荒いんですよ、うん、鼻息荒い荒い、うん、ふんふんって言ってどうしたって、そうなんです、バフーンって、そう、はい、本当これ涼しいし、うん、そうだよね、この防体のブラウス自体、うん、形が本当綺麗なので、うん、本当に大活躍します、うん、皆さん。普通にね、なんかこう気取ってる感もないんだけど、うん、なんかやっぱりこうそそとしたね、はい、優しさとやっぱりかっこよさ。そうですね、うん。このリボンの大きさもひっくるめて。うん、で本当ここは、うん、あのグッと絞ってこうスタンドにしてもいいし。うんうん、ちょっとあの首元開けてもいいし、うんうん、もう本当に皆様好きな感じに着ていただけるので、うん、あのその雰囲気でちょっと変えられるので、うんうん、おすすめだと、あとサッカー生地自体が、うん、あのシワにも低いし、うんうん、お洗濯もしやすいし、はいはい、で汗かいても吸ってくれるし、うん、ベタベタしないし、うん、もう本当にいいですよ、うん、ありがとうございます、ね、めっめちゃくちゃおすすめ。何があっていいよね。本当にこれはもうマストバイっていうぐらい皆さんにおすすめしたい、うんね、うん、もう3年目のデザインだけどね、はい、人気相変わらずオートレース。そうですね、はい、本当にあのいろんなタイプ出てますけど、はい、あのいつでも人気ですね、はいはい、であの値段もいろいろなので、うん、今回はすごいお求めやすいので、うん、ちょっとお早めにって感じです、うん、で色はまずこのオレンジ、うん、これあのこのまま、うん、今インしてますけど、うんうん、このままデニムとかに着て、ね、はい、うん、全然いいので、うん、あとこのグリーン、はい、とこのベージュのストライプ、うん、ベージュストライプと、うん、今着ているネイビーのストライプ、はい、と、あ、ごめんなさい、無地を3色紹介するよね、ごめんなさい、無地先ですよね相変わらず変わってんなと思って、はい、無地先に、はい、ごめんなさい、このレモンイエローです、はい、レモンイエローがあります、はい、であとストライプがネイビーとベージュの2色で、はい、うん、あとドット柄、うん、夏鉄板の水玉、はい、白地に黒のドットと、うん、黒地に白のドットになってます、うんうん、もう本当におすすめですね、うん、すごいで合わせたパンツはあのグランベール の、うん、あの、はい、巻き風になっているワイドパンツを今回合わせてちょっと、はい、あのエレガントにしたんですけど、うん、もう本当に普通にデニムとかと合わせていただいて全然大丈夫です、うん、ね、女らしい風、かっこいい風、そう、うん、まるでおしゃれな女らしい人みたい。そうなんです。二つついた今日は。まるでの後のおしゃれで女らしい素敵な人。はい、あ、三つだ。そうなんです。すごい最上級。いろんな称号を得られた。うん、た。そしてどんな時でもハッピー。はい。でこの、はい、この湾曲とこの包帯の湾曲が、うん、ちょうどここの合うので、ね、うん、この感じでもおすすめです。あら、キレッキレ、いい感じですよね、うんうん、すごくクールな感じね、はい、色合いもね、クールなんだけど、そうですね、うん、白とかと合わせていただいてもいいんですけど、うん、あ、綺麗な人、ね、こっちはクールな人、え、白で羽織ってみて、もしかして綺麗な人になれるかもよ。やりますかね、うん、ちょっと難しいって顔、小時が顔を背けてる、え怖っあなた映ってるわよ本性が、そう、うん、今日は僕カメラの後ろにいますからね、うん、ちょうど視線が合っちゃう、合わない、あると墓穴掘る、うん、この白もいいね、うん、ハッピーハッピーで、こちらが白になります、うん、はい、こんな感じになります、うん、はい、あ、白もいいね、涼やかですね、うんうん、すごい綺麗に合います、もしかして後ろ姿がハッピーを物語っちゃう、そうなんです、うん、ハッ
背中でハッピーを表す女、はい、うん、綺麗です、ね、白いいね、綺麗ですね、うん、すごく、うん、すごくいいです。合わせいいです。はい、今日は島アック1号店新1号店今日本日開店でした。昨日一応みんなで紹介ライブみたいのを少しやったんですけど、今日は、こちらの1号店新1号店より初めてのライブということでやっております。これからもどうぞよろしくお願いしたいと思います。はい、じゃあお値段を言います、うん、はい、はい、全部確一の、ね、統一の一緒の値段、全部一緒の値段です、はい、分かりやすいね、はい、包帯のブラウスが、はい、14,300円、はい、これ正直買いです、うんうん、おお、買いですね、買いです、はい、あとブランベールの例のパンツ、うんうん、このパンツかっこいいね、かっこいいですよね、うん、かっこいいのでおすすめのパンツが36,300円、うんうんうん、いい値段ですけど、このパンツ、素材は何ですか。綿にレイヨンかな、すごいいい素材です、うん、そう、ポリエステル76レイヨン21、うんうん、ポリウレタンの3、うんうん、ほとんどシワにならないですね、この素材ね、ならないですね、うん、でサラサラですごい快適です、うん、ね、滑らか、こう巻き込んでるところがもたもたしない、そうですね、綺麗に巻き込めて、うんうん、いい生地で、いい生地っていうのはそういうことですね、はい、くちゃってならない、はい、かっこいい。あとこちらのハッピージャケットが18,480円です、はいはい、羽織るだけでハッピーになる、背中でハッピーをみんなに語れるという、そんな感じのね、はい、ブルゾンです、ブルゾンです、おすすめです。じゃあ以上ですか、はい、はい、本日のイチオシ、帽帯のノースリーブのブラウス、腕を出すのはちょっとねっていう方、まあ、軽くカーディガン羽織っていただければ十分、うん、全然大丈夫、うん、ジャケットで OK、はい、そんな感じですね、はい、とってもおすすめです、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、パンツはあと白とグレーがありますね、はい、先に言ってください、ね、おお、攻めてる、攻めてるというか、はい、なんかご紹介多分してなかった、うん、初めてです、生地感が結構しっかりしてるので、うん、きれいきれい、うん、ジャガードのね、特殊なジャガードです、だから早めにお見せしたらいいかなと思って、はい、着てみますが、はい、ブルースのセットアップ、うん、ぶっしゃり、ね、うん、でちょっと短めの、うん、ね、おへそが10センチくらい出るかなと思ったら出ないね、意外になんか出ない、うん、これ身長がある方でも全然平気だ ね、 ね、165くらいある方でも、うん、肌が見える方が多分、うん、綺麗だと思います、足首とか、うん、そう、ね、うん、イブルースの上下夏らし い、 らしい、ありがとうございます、ね、ポケットの作りがなんかすごい綺麗でしたよ、うんうん、ポッケの ね、 ね、ここ、はい、でここの切り替えのところで綺麗にこのね分量、はい、ここまでが割とフィットする感じ で、 でこっからが分量たっぷりになります、そうです、切り替えてますね、生地のね取り方、ここ、ね、うん、綺麗です、発色が良くてとっても綺麗です、はい、スカートちょっとつまんでる後ろ側なんですけど、うんうん、ね、これがなんかファスナーとかついてるのかと思ったらこうやっぱ浮いた感じになるので、うんうん、かぶりだと、うん、バッチリですね、んこんな感じになります、はい、いや、いい感じ、おしゃれ、生地がちょっとね、うん、ジャガードって言ってましたけど、はい、ちょっとデコボコした感じ、はい、でのなんかグリーンの濃淡が結構しっかりしてるので、ね、そうですね、中身、うん、膨れジャガードっていう感じですね、だから立体感がありますね、そうですね、織りそのものにこうポコポコがあって、はい、やはり夏はこういう、うん、少しポコポコした感じの織りだと、うん、ベトつかない、ね、そういう感じがありますね、はい、裏地もついてるので安心です、うん、スカートもね、スカートはスカートここだけだ、はいはい、うん、十分ですね、重しいですね、はい、ついてます、で、私それに、うん、あ、そう、1号店にも、そうそう、寒かったらドギャンするんだよなんか1号店にも、はい、入りましたので、うん、ちょっともう、もう一回、うん、よかったね、ジャケットそう、一号店も遅れずと負けずと2号店、うん、自由が丘店にしっかり入ってます、ね、山積みすることにしましたそう、なんかこんな感じで来たらまあいいのかな、はい、まあやっぱり短め丈、うん、そうね、あ、いい感じ、短め丈なので、うん、そこがポイントになるかなっていう感じですかね、うん、バッチだね、こういう感じ、あ、かっこいいじゃん、うん、
よかった。お、モードな人よ。うん。そう、そんな感じになります。はい、なんかいい感じ。ね、なんか、うん。あ、今日はありがとうございました。うん。ランチ、ビーハーナさん。そう。うん。あれ、カーディガン持ってきてくれた？あ、はい。うんうん。カーディガン。うん。あ、のか。そう、そうなんだ。はい。うん。バッチリ。うん、バッチリだね。というわけで、うん、お値段です。これはセットアップの値段？いや、バラバラでした。バラバラ？はい。このブラウスが、はい。はい、23,100円。なんかさ、イブルースとかマレラで23,000円って言うとすっごいお手頃な感じする、うん、怖いね。そう、なんかね、ローエストでデニム履いたらもう おへそ出してくださいぐらいのね、感じのあれですけど、そうそう、そんな感じで来てほしい、ね、で、イブルースのこれフレアスカート、うんうん、45,100円で、はい、一応あの両方合わせてもらうとセットアップとしても、うん、お召しいただけます。くまちゃん素敵って。ありがとうございます。ありがとうございます。外から丸見えらしいんでね。今日私見ることできなかったんだけど、あ、フライガールのグリーンよく似合ってたんじゃない？似合ってたんです。ね、はい。で、フライガールのデニムのジャケットが31,900円になります。はい、また後で着てみようと思います。うん、ね、くまキレッキレですよ。これね、これはね、うん、もう輝いてる。かっこいい。うん、輝いてる。本当に綺麗。というわけで、上手に変わります、はい。はい、ありがとうございます。輝きたい、輝ける、輝く女性の服ですね。お、お、ちょっと。揺れるかなと思った。似合ってる。かっこいい。ね。お。さすが女王、このために足元靴まで用意してきていただいたと。いえいえ、いつも二の手に置いてある。置いてますね。はい、はい、私はこのね、うん、スリットの深いタイプのスカート、うん、はい、それにガオガオこのジェルラ柄なのかな、はいはい、それの綿シルクの、はい、ブラウスを合わせてみました、うん、はい、で、これって黒のスカートタイプもあるんですけど、うんうん、ありますね、はい、はい、これなんですね。黒もかっけーっすね。そう、黒にしようかなと思ったんですが、うん、今日はこっちのグリーンで合わせてみました、うん、この薄いベージュが入っているので、うん、グリーンでもそんなに違和感ない、うん、イタリアの悪いやつね。いつもはコロンビア系なんだけど今日はイタリアに飛びましたね。ちょっと、うん、今日はうん、ちょっと悪いけどセカンドバッグに万札入ってないよ。今日は、うん、はい、今日はもうカードでシャキンシャキンっていっちゃいますよ。はい、それで、はい、なんか、はい、このグリーンにしたために、うん、はい、上にねちょっとこういうのを、はい、皆さんご存知で持ってる方も多いと思うんですが、うんうんうん、このかっこいいブルゾンを、うんうん、そんなに多くの方持ってないこんな風に高い、あ、かっこいい色がね、ナイス。下が黒なの。コトキ君、こういう着せ方してたらもうこれ売れてたね。こんな風にもう大好きなブルゾンをマレーラのブルゾン着てみました。かっこいい、はい。もうなんかこういう感じです。ね、うん、で、かっこいいですね。これはここにちょっと透けて見えるところに、はい、ここのラインがこう、はい、縫い付けてある感じになってますね。はい、これが。はい、モッチーさん、今あれラメグリッターのスリッポン注文入ったけど大丈夫？ちょっと後で。うん、はい。ですね、こんな感じで着てみます、うん。いいと思います。うん、そしてこれはいや、かっこいいっすね。ね、いいですよね。お色違いの白、うん、白クリーム、うん、ひなり、うん、うん、っていう。うん、感じもあります。そうですね、クリームっぽいですね。クリームっぽいですね、ミルクホワイト。これでこっちの黒で合わせてみてもかっこいいのではないでしょうか。綺麗綺麗。今日のその感じでちょっと羽織ってみてもらっていいですか、はい、その感じでもいいかしら。いやー、これはね、やっぱり悪いけどそんじょそこらの人は着こなせないですね。そんなことはないと思うんだけど、いや、今のライブに入っていただいてる人たちは皆さん大丈夫、うん、この辺歩いてる人は着こなせない。そんなことはないです。性格悪いね、私よいしょ。
くんだね。その感じも綺麗、ね、優しい感じになりますよね。なんかコロンビアからイタリアに出征しちゃったからそう、そう優しくそんな感じになりますね、うんうん、素敵です、かっこいいですね、パーフェクトかっこいい、いいですか、うん、そうだからグリーンにこちらのね、うん、お色もすごくいい感じになりますね、うん、はい、はい、はい、ということで、うん、良いと思います、このブルゾン、やっぱりこのブルゾンいいですよね、いいんですよね、今更いい、ね、今更っていうか、もう毎年春も秋もね、そうずっとやってますけど、マレーラいい感じですよね、うん、マレーラもそう、シマークもずっとやってるんですけど、はい、本当にいい、とってもいいですよね、はい、はい、それではお値段言いますね、はい、こちらマレーラのスリットのスカート、はい、29,700円、はい、そしてこちらの綿シルクのブラウスですね、はい、それが35,200円、はい、そしてこちらのブルゾン、うん、これが49,500円になります、はい、うん、かっこいいね、うん、いい感じです、うん、それでは望月さんに変わりますね、はい、いや本当かっこいいね、綺麗ですね、はい、はい、モッチーさんです、はい、おお、なんか最近ちょっと雰囲気変わってきたよね、本当ですか、うん、なんかちょっと無理くり大人に脱皮しようっていうそのあがきみたいのがひしひしと伝わってくる、とりあえずいいこと言われない感はありましたよ、うん、ああいやかっこいい、はい、うん、ですね、はい、前にご紹介したトレバラッピの麻のスカート、うん、すっげーかっこいい、これもう分量感とか形が本当に独特で、うん、ちょっとない感じのスカートなんですけど、うんうん、それを、同じく例の麻のフレンチリネンのブラウスで合わせて、うんうんうん、ちょっと王道の着方なんですけど、うん、このスカートの雰囲気がすごく生きる感じかなと思ってちょっと着てみました。都会のアラビアンナイト、そうですね、ちょっとアラビアンナイト系の雰囲気になってると思います、うんうん、いやかっこいいです、かっこいいです、でもなんか夏のアラビアンナイトってなんか素敵ですよね、あのねちょっといい女風になって見える なんて見えますね、うんうん、まるであ出世王みたいなコーディネート、なんだそれいい女への出世王、そうそうそう、ね、ブラウスかわいいです、かわいいですよね、うん、ちょっとね出世コーデね、出世をこうでさあマグロにまでなるかなるか、うん、ならないか、うん、まだわらさだガチャガチャガチャピーンってなるか、うんうん、まだわらさだこのブラウスは、はい、あの例のフレンチリネンのブラウスで、はい、こういうパイピングとかここの一番上のパールボタンがポイントで、はい、あのなんていうかいいよね、いい感じのブラウス、朝焼くのね、フレンチリネンで、はい、あの麻独特の張り感とで少しこう薄い感じでしなやかに、はい、あの折ってある、うん、あの生地なので非常にこうストレスなくチクチクしないし、あ、そうですね、それが一番のポイントです、はい、でハリハリパリパリしてない、うん、そうですね、はい、しかもひとみさんこれ色が全7色6色かすごいたくさん、はい、7色ほどございます、もっとある、もっとある10色ぐらいある、10はない、あのいい加減だよね、それぞれ担当部署で忘れてるって、ページにすごいいっぱい載ってて、はい、あの、はい、すごいこれの使えます、ね、で肩はドロップして、はい、これ使えますよ、使えますよね、うん、でなんかすごい感じがいいかなって、 EB のほらかっこいいスカートとか買っていただいてるから、クロクロで合わせてもめっちゃかっこいいよね、めちゃめちゃかっこいいです、はい、はい、でまあ、さらにね、ちょっと暑苦しいんだけど、いやいやいや、アラビアンナイトの王女様になってきた、そう、ちょっと美女と野獣の野獣だったりして、アラビアンナイトのアラビアンナイト、でもいいんじゃない、表情をバッて変えるっていうのいいよね、ちょっと食事に行くのにこう巻いてって、うん、あと逆に巻いていかないで、うん、食事を出た時、ああやっぱり今日、はい、やっぱり夜は若干寒いわねって、なるほど、周りは何も言わないのに自分で寒いわねって言って巻いて出るとかね、なるほどなるほど、はい、こんな感じで、うん、あのやっぱり使える、なんでこれが今までずっとあるのかがちょっと謎なぐらい、皆さんに見てもらうためにあえて進めてないんでしょ、そうかライブで使えるように
おすすめのマークケインのストールです、うん、もうあのすごく雰囲気がさっきの感じとちょっと変わるかなと。でもね本当かっこいいよね、うん、このスカート本当に素敵です、うん、ね、例えがすごく分かりやすいと思います。ひよこなあなたに勧めるわけじゃないんです。誰が着てもかっこよくなるね。おしゃれだよね。この麻の厚みとかもすごい独特ですし、はい、ちょっとないですね、はい、あと色の塗り方もいいし、うん、はい、ね、色がまた独特だよね、うん、これと青と茶色、ね、そうレンガ色ね、レンガ色があるんですけど、はい、わかっこいい。でも本当かっこいい。かっこいいですよね、うん、シンプルで。やっぱり、うん、これはハーレムスカートと名付けましょうか。そうですね、うん、本当にパンツでもありそうな感じのハーレムスカートになります、ね、うん、そうそう、今突然ネーミングいたしました、はい、ハーレムスカートという形で呼ばせていただきます。いいと思います、ね、かっこいい。でウエストをキュッとこうポイント作ったりして、ね、上はこういう感じでブラウジングもよし、はい、張り付くような感じの、 あのリブニットとかのね、はい、面のリブニットとかで合わせてもらってもかっこいいし、はい、ちょっとだけこうやって、ね、うん、ウエストにポイントをキュッて作ってもらうと上の分量と下の分量で、はい、もたもたってならなくてここで引き締め、うん、てもらうと女らしくキュッとかっこよくなりますね。ちなみにスカートのウエストはゴムになってます、うんうん、こんな感じでゴムになってるのですごい着やすいです、うんうん、いやモッコがこうやってかっこよくなるコーデっていいよねえ、スカートでしかも、うん、ごめんね今日も着れないでねどうも思ったまんま言わせてもらってるからしかもスカートでですよ、うん、そう、なかなかないです。これは本当にあの日常的にガシガシ使えるスカートになりますので、はい、うん、日常からお出かけまで幅広く着れます。なんかスーパーおすすめ。ママのお洋服を着るちっちゃい子供っているじゃない、はい、大人の格好がしたいみたいな、はい、そういう感じの無理さ感がないね子供な感じのモッチーさんが着ても大丈夫です。大丈夫です。すごくいいです。本当におすすめです。小柄な方にもおすすめです、うんうん、ブラウスの色違いあったら見せてほしいです。今ここで撮れますか。そこに7色ほどあるよね。全部出てないか。ちょっとホームページが一番早いと思う。あ、本当？うんうん。ひとみさん、あのホームページに全色、10色ぐらい綺麗に色を取って載っけてるので、まあ、もしよかったらホームページ見てください、はい、とりあえず今売り場に出してるのが3色、4色だけなので3色ですね。はい、こういう色とか、はい、あとこういう感じとかになってまして、はい、あと刺激的な色もあるよね。あとがなんかオレンジがかった赤とラベンダーと、はい、はい、もうぜひ後で見てみます、はい、ラベンダーが一番人気。ラベンダーと黄色、黄色か、ラベンダーと黄色が人気あります。でもひとみさんの雰囲気だと個人的な、うん、この黒がおすすめだな。黒黒でちょっとエキゾチックなね、おしゃれな女って。もう 2色3色ぐらい正直おすすめです、ね、はい、そうだよねこれね、はい、お袖のね、胸元とお袖のこのファールボタンも効いてますし、折り返したところのこのパイピングもポイントになってます。ちょっとアップでいいですか。一つ一つが気が利いてるんですね。はい、はい、襟のところの、あの襟のその大襟のところもパイピングかけてますね。はい、ぜひぜひ見てみてください。ハーレムスカート、うん、ブログでもあのゴッシャブのフレンチリネンでご紹介してますので、うん、よかったらぜひ、ね、見てみてください、うん、いろんな形がいろいろあるので、はい、じゃあちょっとお値段いきます、はいはい。フレンチリネンの麻のブラウスが 15,180 円、はい、こちらのトレバラッピのスカートが 48,400 円。 あえてハーレムスカートと呼びましょ う、 もうこれから、ね、ハーレムスカートが、はい、はい、本当にいいです、うん、でマークケインのストールが 36,300 円になります、はい、かっこいい、ね、すっごいかっこいい。それでバッグは何持つあ、やっぱり、うん、うんうん、それでいいね。今日は早かったね、迷わず。あ、かっこいい。ね、そのまま旅に出る？どっかに。
行けと、うんうん、2泊3日ぐらいで戻っては来てほしいけど、あ、まあ、もしよかったらどうぞ。戻る場所あります？わかんない、素敵です、かっこいいです。バッグが、はい、24,200円で、はいはい、もうシマークの定番シリーズになってます。デニムに、牛革を貼り付けてるバッグですね。ただこれメーカーさん的にも作れないみたいで、うん、もう終わり、もう作れない。あ、そうなんだ。あ、はい、最後です。最後ね、はい、はい、ですので、はい、じゃあ次に参ります、かっこいいです。ありがとうございます、はい、画面で見るよりやっぱり朝はね、こうリアルに見ると涼しそうなのよね。あ、そうですね、うん、ちょっとこう涼やかな感じになってるので、はい、若干の透明感もね、ありますね、はい、おすすめです、ぜひです。はい、はい、はい、ありがとうございます。あと何か、あとハーレムスカートが、うん、割と鮮やかな青 と、うん、テラコッタの色の3色、うん、そうですね、の展開になってますね。でブルーとテラコッタはジャケットがあります、うん、はい、なんかテラコッタって専門用語が出てきてもうすぐパクってる。あ、いや、なんかレンガ色っていいかなって思った古い人だもんもうレンガって言ってくれないと分からない、ハーレムナイトをね、リアルにしてる人は昭和のファッションだからね、ハーレムもね、はい、はい、もうちょっとかっこいいです。ハーレムナイト行っちゃうよ、はい、いや、でもかっこいいです。はい、おすすめです、はい、これでサンダルの黒なんか履いちゃったら行っちゃってるけどね。そうですね、うん、ちょっと結構きね、でもかっこいいです。でもかっこいいと思います、うん、すごいかっこいいです、はい、ありがとうございます、はい、あと今日帽子がなかったね。あ、すいませんでした。はい、すいません、はい、はい、じゃあクマよろしくです。ラベール着てみました、うん、お、遠くからし、あ、ね、いい感じ、遠くから、そうそう、なんか意外に長いですよね、うん、いや、かっこいいよ、そのアプローチも、アプローチも、うん、そう、あそこに隠れる、ミーティングに隠れてるしか 見えない、うん、方がないから、あ、いいじゃん、いいじゃん、なんかいいな、ここのライブ、ここの、うん、で、あのブランベールのストライプのブラウス、はい、はい、ここがね、面白いんですよ、うん、綺麗なんだよね、これ、はい、で、お袖のそれ、うん、てて、アップで見てもらっていいですか。なかなかわからないので、わかんないじゃないですか、はい、細かい、こうゴールチェーンがついてます、うん、もうちょいズームアップしてもらっていい、なんか、あ、若干シルバーが見えるかな、うん、そうそうそうね、その、はい、さりげないキラキラ感が5ミリぐらいの、ね、この内側に入ったところに綺麗に縫われてます。はい、はい、かっちょいいです、うん、で、下が、うん、あのプリーツ、ロゴが入ったプリーツのスカートになってます、うんうん、そうです。で、この生地があのラメがかかったような感じのね、ちょっと光沢ある感じ、うん、そうです、そうです、ですかね、はい、はい、で、なんかちなみにロゴよく見てみたらなんか紺色だったなと思って、うん、こんな感じでロゴが入ってます。そうですね、うん、はい、プリーツでちょっと隠れるので何書いてあるのかな、うん、おやおやっていう感じの、うん、で、軽い、はい、はい、うん、これもあれだね、サイズはあんまり拾わない感じね。そうですね、うん、うん、サイズ割とここで若干緩い人は調整もできるし、うんうん、あとはゴムが開くので、うん、重量違い出してるから、またスカートからお見せしよう、うん、これ綺麗なんだよね。こっちのお店にあるのが36っていうサイズなんですけど、はいはい、この辺がゴムが結構柔らかく伸縮してくれるので、うんうん、まあ、なんかもう少し結構、うんうん、11号ぐらいの方はこれで平気ですね、うんうん、ね、プリーツが、ね、はい、ゴム使いすぎちゃって伸びちゃったりするとワンサイズ上の方がいいかもしれませんけど、うんうん、あとこれ2号店か自由が丘はこのワンサイズ上あるのかな。自由が丘はないですね。ない、これがこれいないんだね、うんうん、2号店はこちらの38サイズはあるの？どれですか？ブランベールのこのスカート。ありますね。あ、プリーツはないです。あ、はい、わかりました。じゃあこちらだけですね、もうね。はい。なるほど。で、そう。36表示なんですけど、ブランベールの36はそもそも基本的に言うと普通サイズ。うん、それで、こちらの仕様からいくと、どうだろう。クマは5号で普通になんか履けてる。
ちょっと絞ったらちょうどいいくらい、ね、なので5号から11号の方までは楽勝、13号の方で少し若干かなっていう感じですけど、合皮の紐が、そう薄い、綺麗だねこれ、ベージュ、はい、グレーベージュ、はい、グレージュ、グレージュですね薄いグレージュ、うん、グレーベージュをグレージュって言うんだそう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 、はい、で、うん、あのここが、はい、合皮の紐が黒、うん、はい、でこっちが黒地なので、うん、ここが白で、はい、目立つようになってます、うん、もう少し生地をアップで見せてもらっていいですか、うん、このね生地がねとにかく綺麗なの、すごい、そう、本当に細番手のね、あの合線なんですけど、ローンのような感じの端子使いで細く織り、織り上げたものをに光沢が入ってるんですね、透け感もね、そう、裏地がついてるかあれですけど、はい、光沢ひっくるめてものすごい綺麗、綺麗です、しなやかで綺麗、ポリエステルだからあれですよね、扱いも楽ですしね、はい、楽です、で、こんだけ綺麗に見えるっていうところが素敵かなっていう、要するに細いあの生地なのでプリーツが綺麗に入ってるんですね、うん、でその薄さゆえにこのプリーツが従来のプリーツスカートと違って繊細、そう繊細、うん、この繊細はポイントです、今まで見てきたプリーツのスカートって結構やっぱり、生地がしっかり、そうですそうです、重い感じだったので、その落ち感が綺麗っていうのもありましたけど、こっちは多分こう歩いて、そうそう揺れる、少しだけでもちょっと揺れてくれるようなしなやかさはあります、はい、でアコーディオンみたいな感じの揺れ方じゃなくて、本当に羽衣のような感じで揺れるプリーツですね、なんかブワンって広がらないですよね、そうですそうです、綺麗に落ちてくれるので、はい、いい感じっす、はい、で、ちなみにブラウスが、今私が着てるのが、黒なんだけど、はい、ベージュ、薄いラインのとこが柔らかいベージュのお色なんですけど、はいはいはい、分かんのかな、こっちが白黒、パキッとした、そうね、はい、で下がこの柔らかいベージュが入ったお色だったので、白黒じゃなくて一応こっちの方に綺麗です、してみました、はい、一応着丈、ラストこういう感じで、もうお尻まですっぽり隠れるような長めの丈になってます、はい、これもポリエステルになるので扱いもすっごい楽、ほんと綺麗よね、ここの首元のドレッドがとっても綺麗です、そうかぶさる感じのデザインになってます、後ろがボタンでねっていう、ブラウス大好きなパッションさん、これコレクションでもう一目惚れ、そう、ここがこう普通に着ただけでこういうのが出るので、ここがかぶさってるんですよね、もうね、単純に綺麗だもんね、これ、すごいしなやかなポリエステル、そう、感じよね、はい、つるんつるんで肌触りもいいですね、柔らかい感じです、素晴らしいのよ、というわけで、はい、私はこれでいいかな、上着はこれで着ない、ではこの美しさをお見せしたいと思います、はい、ありがとうございます、そしたらお値段をお伝えしますね、このストライプの、ブラウスが31,900円、このプリーツスカートが35,200円になっております、綺麗、というわけで変わります、ブランベールって基本的にコンサバティブ、それにちょっとそこにインポートの、なんて言うんだろう、匂いをビシビシ混ぜながら、作ってるので、なんかこう安心感と、いい意味で飽きなさと安心感と楽しさがあって、ちょっと値段はそこそこするけど、多分ベーシックで長く使える感じと思います、飽きない、もう飽きない、綺麗、綺麗に、はい、飽きることはない、はい、はい、というわけで、はい、ありがとうございます、さあ、女王が、さあ、女王、おー悪だな、お主はいつも悪だな。こんな感じで、はい、ちょっと普通だったらこれを中に入れてやるんですが、はいはい、ちょっと今日はタランと、そんな感じね、そんな雰囲気、気分、すさんではいないわよね、すさんじゃないです、はいはいはい、いやいや、ジョークこんな感じでね、はいはい、やってみました、はい、これ大好きなあのシルクのブラウス、それからシルクとアステートでしたっけ、はい、の
トロンとしたパンツ、落ち感綺麗ですよね。綺麗か。そう綺麗か。これはあのこれブラウスなんですが、はい、ワンピースもあるんですよね、はいはい、これの。そうですそうです。ワンピースはね同じプリントでポリエステルになるんです。あ、なるほど、そうかそうか。はい。ここにちょっと失礼します。はい、こうあ、そうですね、はい、このポリエステルの、はい、こういう、はい、ね、華やかな長袖のワンピースも、うん、これもとっても着ると綺麗ですよね、うん、このプリーツの感じとかね、うん、はい、うん、でよいしょ、いやいや、そうこんな感じで着るのもいいかな、あのいやいや、きちんとするのがシルクのブラウスだけじゃないぞという感じでちょっと遊んでみました。そしてこれがマレーラの朝のブラウスなんですね、はいはい、いい朝なのね、結構いい朝ですね。それにはい、あ、荷物が、あ、はいはいはい、ありがとうございます。それでこれをちょっと朝のブラウスとこのパンツが似たようなお色なのでちょっとここを結んで上にちょっと羽織ってみようかななんて思います。はい、こんな感じで着流すのもいいのかなと。このスーパー行っちゃってるかっこよさです ね、 ね、お色が同じようなのでね、ね、シルク、あ、シルクアセテートに麻という全く別の素材感なのに色をきれいに合わせて乗っかっ、ね、はい、乗っかってますよね、はい、そんな感じでちょっと遊びに行くときなんかテンション上がるんではないかなと思って、でさっきはダラッとしてたけれどもちょっと結んでスッキリさせて上をダボーンと着てっていう感じにコーディネートしてみました、はいはい、でもジョーの場合はこれであれじゃないですか、シマークに来てもらうお仕事通勤、はい、その子のそのジョーの日常ですどうして変わらないかもしれませんね、もう遊びもお出かけも一緒です、はい、こんな感じですね、はい、ジョーの日常はこんなんです、はい、もう飾らない楽な感じで自然体で行ってます、はい、行っちゃってますよ、はい、ということでかっこいい、はいはい、こんな感じでラフに着てみました、うん、はい、はいはい、じゃあお値段言いますね。この青綺麗ね、綺麗ですよね、これね、目が覚める、はい、はい、太陽が当たるともっと綺麗になると思います。元気印になりますね、はい、うん、はい、ではこちらですね、マレーラからのブラウス、はい、49,500円、はい、そしてこちらの朝の方ですね、はいはい、が35,200円、はい、そしてこちらのパンツが38,500円になります、はいはい、まあ綺麗かね、綺麗ですよね、お色がとっても綺麗なので、はい、うん、ぜひぜひおすすめします、はい、今日の綺麗さに負けてないですね、洋服の綺麗さがね、ありがとうございます、はい、では帰りますね、はい、さあはめちゃめちゃかっこいい。ちょっとどうした？え？どうした？はい、めちゃめちゃかっこいい。やばくない？ね、ですよね。めっちゃかっこいいよ。めっちゃかっこいいですよね。なんか悔しい、素直に褒める言葉しか、讃える言葉しかない。あはい。かっけー。アニマジェベッタのロングの、うん、コートワンピースと、はい、パンツのセットアップに合わせて同じくアニマジェの T シャツでコーディネートしました。めちゃめちゃかっこいいですよね、うん、今日はその超感を生きてる、生きてます、今日は、うん、匂いがしない、今日は普段はね、皆さん吸えた匂いがするんですよ洗ってますよ、洗ってる、あ、洗剤の匂いがする頑張って漂白の、そう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 、あ、エマルねって、はい、はい、めっちゃかっこいい、ね、めっちゃかっこいいですよね、あ、なんか拍手ね、1年に1回あるかないかのスーパーコーディネート1年の半分ぐらいのところで、うん、そうですそうです、はい、はい、うん、あとは冬までないな、スリットがかなり深くから入っているのが、うん、
結構ポイントなんですけど、いや結構どころかめっちゃかっこいい、めっちゃかっこいいですよね、うん、ガオカこれ入ってるんだよね、こちらのブラックが入ってますね。あこの色いいね、この黒もありますそうか、はい、あのなんか素材がすごい独特、うん、綿のこれ一緒の素材、同じはずです、あ、はい、さすがコトキとモッコさんがオーダーしたやつだ、コトキつけたのか、一人で勝手につけてきた、おそれでここはウエストは絞れるようになっておりまして、はいはい、でこう、うん、ストンとした感じ、その感じもかっこいい、はい、ちなみになんですけど、うん、あのスリットは閉じれます、うん、1700円ぐらいで、うんはい、でも閉じる人、あ、ワンピースで着たい人、ワンピースで着たい方は、うんうん、そうですね、はい、ワンピースでも全然こう、うん、着れちゃうので、その感じでもそうだね、ワンピースで着たい人は10センチぐらいスリットを縫い止めしちゃえば、はい、普通に着れますね、はい、うん、でも羽織って着るっていう時にこのまんまでもいいんですけど、いやスーパーかっこいいよ、ね、ウエストをぐぐっと絞って、うん、あの切るとなんかメリハリが出ていいかなと、お、なんかリボンの結び方も新しくない、止めないとね、うん、スルスルっとの研究してんね、こんな感じになります、あ、はい、めっちゃかっこいい、このお袖の感じもすごくいいですよね、うんうんうん、あのね、残念ながらスーパーかっこいい、残念ながらすごい嫌そうですね、茶化せないなんか、このマレーラのバッグ持ってみて、ちょっと綺麗すぎるかもしれないけど、色を全部合わせるのもおしゃれだ、こちらの、うん、もうそれを斜め掛けぐらいでやってみない、そして2泊3日から1週間の旅にしようか、あれもっと長くなっちゃう、うん、あ、やっぱりかっこいいな、感じで、はい、あ、いいね、いいですね、うん、ちょっと鏡見てみたら自分で、うん、その感じでかっこよくない、いいね、素敵、めちゃかっこいい、うん、素敵です、はい、しかもなぜかこの時期レースアップのショートブーツでかっこいいね、こういうショートパンツに関しては、そうですね、はい、本当にちょうどいい感じかなと思います、ね、リアルにそう生の部分が出てくると、生っていうかね、うん、素足とかが出てくると足元をそのぐらいカバーしても全体のプロポーションは良くなる、なるほど、夏場にショートブーツはええー、っていう感覚はもうすでに皆さんもなくなったと思うけど、はい、ずっとこのスタイル提案し続けてるけど、はい、かなりおしゃれ感度が高いうちのお客様たちも夏にねっていう意見今まで多かったけど、今年はそんなに言われなくなってきたね、そうですね、言われないですね、うんうん、お、きれいきれい、うん、今年写真撮ってあげて、なんか晴れ舞台だよ年に一度の、そう、年に一度の晴れ舞台お願いします、そう、めったにないんだから、はい、こういう、めったにないんで、うん、もうコマ撮りくらいの感じで、そうだよ、そうだよ、本当に額に入れるから、うん、本当本当そうし、はい、晴れ舞台だよ、マジで、はい、デビューっていうか紅白歌合戦の初舞台みたいな感じだね、そうですね、もうなんか親が喜びます、はい、喜ぶ喜ぶ、はい、こんな感じで、もうすごいおすすめのっていうかマジでよく似合ってるし、かっこいい、かっこいいですね、うん、この長さもすごく効いてますよね、効いてます効いてます、スリットもかっこいいし、うん、おすすめです、うん、よく言われるの、こういう感じの、 あのコーディネートとかしてると、え、どこに着ていくのとかね、はいはい、あのよそ行きだったらいいわ、いいと思うけどって、よそがない、はい、よそはいつも言うようにね、隣近所がよそですよ、はい、どこに着ていくのじゃなくて、これ着てコンビニ行きましょうって、うんうん、ね、そのぐらい気楽に着てほしいですね、うんうん、常に着てて、こう緊張感がない、うん、そうそう、うん、使いやすい、かっこいい、かっこいい、そのためにわざわざ買うっていうのはどう、これでセブンイレブンに行くのよ、これでセブンイレブンに行くために、うん、そうそう、わかりました、頑張ります、でもこれカップ麺買いに行くのよ、これでおにぎり1個と、これでも意外にお値頃なんですよ、え、嘘、はい、行きますね、え、お値頃なの、こんなかっこよくて、はい、
じゃあお願いします。はい、このコートワンピースが26,400円、ゲロ、そう、パンツが19,800円、ゲロゲロで、カットソーが17,600円になります。これがね、意外にもっとお高めかしらと思ったんですけど、5万ぐらいで全部揃っちゃう、そう、意外や、5万ちょいいけるけど、うん、で、このバッグが、あ、これお値頃ですね、うん、18,150円、そんな安い、セール、嘘、そうそう、それセール、今回あれだ、あ、ちょっとそれアピールして、あの1号店の閉店セール用にマレーラさん、マレーラがちょっと協力してくれました、うん、なんと、いい、ね、うん、いくらのやつ、5割引きでやらせてもらってるんじゃない、はい、36,300円が18,150円、はい、いい色ですね、うん、いい色、はい、カットソーの紹介お願いします。カットソーの紹介させていただきます、うん、今来てるそれね、ちょっとね、その前にこのバッグおすすめですよ皆さん、これ一年中使うバッグです。中はこんな感じ、こんな感じになってます。え、知らんかった。はい、サーカスシリーズよりももしかしておしゃれじゃん、これカットソーが、うん、何色あるの、白黒2色、これも2号店はこの1点しかないの、うんうん、すごい人気で、このカットソーが、ね、こっちはまだ出してなかったけど、あるはずだけど、もうほとんど売れちゃって、あ、それない、もうないの、ないんです、この XS1 点しかない、オープン用に取ってたやつ売っちゃった、自由が丘に白、まあ、要望があって出ちゃったんですけど、自由が丘に白、白、白、うん、白あって SM、 うん、XS、 XS、 あの XS で M サイズくらいの大きさ感あるのが、うん、これ XS です、うん、ですよね、そうだね、 M サイズだね、ピタッとした M サイズぐらいの大きさ感になります、うんうんうん、はい、なので、白と黒 XS でしたらありそうです、はい、はい、あります、うん、XS っていうよりは M サイズに近いから、本当、もうそういう言い方の方がいいかも、うん、XS ってスーパー小さいじゃん、はい、言葉で言うと ね、うん、普通の M サイズですね。で、ここにビーズとかがちょいちょい使っておりまして、うん、ここのブラウンのラインが効いてます、うん、これはあの白黒も同じ仕様になってますので、うんうん、これあのぴったり着る感じの T シャツなので、今聞いていただいたひとみさん、あのナイスバディでいらっしゃるからぴったりだと思う、襟の空きもね、いやらしくならないし、女らしい、かっこいいと思う。袖もそこそこ、ね、結構あるので、ね、安心感があります、はい、うん、で、そちらはお値段は17,600円です、はい、17,600円になります、はい、そんな、いいね、これ ね、 ね、うん、あとこちらは黒が上下あるそうです、上下っていうか、あのこのショートパンツ、うん、それとこちらのコートワンピース、これでもめっちゃかっこいいな、もう一回着てみて、綿ナイロンポリウレタン、うん、っていうことは扱いも楽だね、はい、シワになりにくい、うん、もう一回見てくださいね皆さん、これ本当に、これあのショートパンツ合わせでなくても、うん、デニムとか、あ、もう全然全然、あのピタッとしたパンツ合わせで本当かっこいいので、うんうん、あの夏の羽織としていいかと思います、はい、いや、かっこいいぜ、なんかこういうの着たら無理くりでもお出かけしたくなるね、秋にタートルとか着て、うん、あ、いいね、いいね、うん、すごいおすすめです、うん、いや、かっこいい、うん、ね、いよいよかっこいい、うん、しかもやっぱり基本女らしいよね、そうですね、なんかどこか、うん、そうきちっともしてますし、そう、全くこうシャープなんだけどめっちゃ女らしい、うん、いいですね、アニマジェ、いいね、侮れないというかいいブランドだ、そうですね、しかもリーズナブル、意外とね、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、今日はみんな自由課題だからキレッキレだね、全員かっこいいね、うん、あのさっき宮部さんが着てた朝のダンスと同じ、ね、実はワンピーがあるんです、そう、ワンピーが、ね、あって、うん、あ、いいじゃん、発色がすごい綺麗なので、うん、着てみました、それにさっきの上着シャツを羽織ってみたら、
もう鉄板じゃん。そう、あの同じ素材の、うんうん、さっき宮部さんがしてたやつ、はい、うん、要するにこうこれでアンサンブルして着るっていうのゴージャス、ゴージャスっていうかもうめっちゃかっこいいスーパーかっこいいよ、うん、ゴージャスだ、うん、で場合によってはねベルトを仕込んだりとか、うん、それ上からキュッキュッてそのシャツのね裾を、ね、うん、結んでもらってちょっと、うん、そうですね、そうですね、あ、いいね、うん、はい、で少し、うん、ブラウジングした感じでちょっとワンピーの裾を広げて、うん、ね、うん、あ、いいですね、こういう感じ、そうですね、そうですね、あ、軽快でね、ジャケットになるっていう、うっしゃりー、うっしゃりーですよ、すごいな、うん、かっこいいです、楽しみだ、うん、それでそのデニムのバッグ持ってみて、これ、うん、よいしょ、久しぶりに私バッグ持った気がする、うん、ね、はい、これね、はい、これ、はい、そうです、そうです、これマルキーも同系のブーツ履いてるから、うん、レザー使ってるのが、そう、レザーでね、うん、うん、あ、なんかいい女してるで、あ、してるんですか、うん、うん、いい女になっちゃうで、そう、なんかこういう感じもなかなか綺麗な朝ですよ、はい、うん、黄色くなっちゃう、うん、近づくと、うん、こんな感じで清涼感ありますね、うん、私もまだまだあの今日ぐらいの陽気だとまだブーツ派なので、うん、今日ワンピースしてきたから、うん、そう、このぐらいの丈のワンピースとかだと、うんうんうん、なんかスニーカーいいんですけど、うん、そう、スリッポンとか、うん、なんとなくまだ足首まで欲しい感じ、うんうん、それとね、女らしい、ね、こういうコーディネートはバランスがね、あの、良くなります、ね、そうです、そうです、そう、だからなんか割とこういうのは、はい、もうちょっと履くかな、いやいや、全然、あ、例えば6月でも7月でも、うん、時期関係なく、ね、その時の全体のコーディネートのプロポーションで足元を決めていった方がかっこいい、バランスだよ、あんまりなんかね出しすぎていい時もあるけど、そうじゃない時もあるなっていう、常にバランスです、うん、で、まあ、最初のコーディネートの時に来た、うん、こっちも爽やかで、うん、はい、いいかなと思って、うんうん、これの時は多分足元を、うん、あの白っぽい、うん、ね、それこそ今言う、ね、あのハイカットのスニーカーとか、うん、ああいうのを履いたら、まあ、素敵なんだろうなっていうところをイメージしていただきつつ、うん、ちょっと白にするとまた違った爽やかさがあるので、うん、はい、モッチーさん、そのなんだっけ、マッケンのハイカットのスニーカーは今開いてるの？はい、ちょっとあれをペペって足突っ込んでみて、サイズ合わないだろうけど、ペペ脱ぐのめんどくさ、あ、全然、うん、ペンペンって、このぐらいの高さあると、まあ、ちょっとアンクルブーツみたいな感じで、うん、そうそう、いやいや、うん、だから、ね、アンクルブーツよ、うん、うん、そう、結構、ほい、はい、はい、うん、こんな感じになると、ちょっと爽やかかなと思います、今度は白白でね、白白になると、あ、かっこいい、かっこいい、白で、うん、下も白、おお、洗練されまくり、ポケットもついてるし、うん、で裏地もここステッチが結構入ってるんですけど、うん、この辺まで裏地がついてるので、はい、あの透けの心配はありません、はい、うん、こんな感じかな、うんうんうん、かっこいいです、ね、なんか楽しいですよね、うん、どっか行きたくなっちゃった、うんうん、行って、うん、3泊4日で熱海まで、熱海もいいけど、はい、海があればいいかな、うん、そしたらじゃあお値段ですね、はい、マレーラのこの朝のブルーのワンピースが46,200円、はい、でフライガールのじいちゃんが31,900円、はい、で、マレーラのこの同じ朝のシャツ、うん、ブラウスが、35,200円、はい、でマッケインのハイカットのスニーカーが、はい、53,900円になっております、はい、うん、はい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 、ありがとうございます、かっこいい、さあ、女王、はい、
今日は贅沢尽くしでんな。そうですね、みんなマデーラですね。今日はこれはティーラベントですけど ね、うわー、ティーラベントの、はい、あのカーボパンツに、はいはい、このマデーラのシルクのブラウスですね。もう好きなものを合わせてみます。しかも、ジャケットのベルトをベルト代わりに巻いちゃって、それでこのやっちゃってますよ。これですね、はい、同じ柄のちょっと長めのロングのジャケットを羽織ってみました、うん、どうでしょうかね。キレ悪いやつだ。はい、こんな感じで、うん、してみました、はい、ため息が出るぐらい素敵ってね。みんなで一緒にため息つきましょうかせーの、はぁーなんでしょうね、はい、これはため息ついちゃいましたよ。この先ほどと一緒で、うん、シルクとそれからポリエステルなんですけどね、うんうんうん、あの柄が一緒で違和感なくこうやって着られますね、はい、それで、はい、これのパンツ忘れました、はい、ポリエステルのこのパンツがあります、はいはい、ああそれで3つ揃えてもいいですね。全然ちょっとね長かったので汚していけないので、うん、はいはい、それで3つ揃える、うんうん、まあ私だったらこのグラスを T シャツかなんかにして、うんうんうん、ジャケットとパンツでね、パンツでいいかななんて、うんうん、思いますが、はい、ね、はい、三つお揃いでもかっこよく着ていただける、かっこいい、はい、で、はい、かなとは思います。うん、で、これはね、何にでも合わせやすいですし、はい、結構出してもブラウスは長さもあるので、うん、はい、合わせやすいとは思いますね。はいはい、しかもただいま好評絶賛発売中のティーラベントのこのね、カーゴパンツ。変形カーゴ。本当にかっこいいですね。かっこいいっす。これはね、はい。あと4本か5本しかないですね。でも黒はもう。もうないです。ね、ないですよね。はいはい、入ると、あれは自動販売機です。そうそうそう。スーッと出ていきますね。はいはい、で、このパンツすっごいね、はい、ここのポケットは使いやすいの。はい、そうなの。私結構入れてるんですよ、ここに。メモ入れたりとか。メモ、うん、メモ入れたりとかね。そうそう。すごいね、これ本当に使える。うん、で、こう、でーってならないんですよ、うん、入れても。なったら困りますわね。そう、はい。だからすごく使いやすいパンツになってます。うんうん、かっこいい、でも。はい。で、ここに一つポケットがあってっていう感じになりますね。うん、はい、はい。みんなもその子ってください。はい。はい、それでは、うん、いきますよ、はい、値段こちらのパンツですね、はい、パンツの値段が36,300円、はい、はい、そしてこのティーラベントのかっこいいカーボンパンツですね、はいはいはい、それが31,900円、はい、そしてこのシルクのブラウス、はい、49,500円、はい、そしてこのロングのジャケット、はいはい、46,200円になります、はいはい、これ贅沢ですけど、そのシルクのブラウスとこのジャケットをアンサンブルしてボトムはね、どういう風に組んでもですよね、かっこよく合わせられます ね、 ね、これうるさくないですよね、はいはい、なんか私最初うるさいかなと思って、全然全然別々に着た方がいいかなと思ったんですが、うんうんうん、むしろこの方がかっこいい、ね、かっこいいですね、はいはい、でこのベルトはどう、はい、この、はい、このジャケットについてるものなんですけれども、はいはいはい、出してブラウスにしてもいいし、うん、はい、何に使ってもいいんではないですかね、うん、皆さん好きなように。あなたはやっぱりかっこいいっす。ありがとうございます、うん、あなたちょっと私悔しい、あなたってあなたなんかに負けたくないのに、なんかやっぱり負けてるわね、はい、はい、それではいいですかね、はい、よろしいですか、はい、おお、みんなキレッキレ、あ、おお、おしゃれ、まるでおしゃれな3人、あ、違うか、完璧におしゃれな3人ですね、はい、はい、今日もご覧いただきありがとうございました、ありがとうございました、いいですかね、うん、次回は、うん、次回は月曜日8時からのライブになります、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ今日は一応じゃないね、あの、本日回転、はい、開店初日、はい、皆さん、はい、いろいろ、ね、
あの顔も出していただき、お買い物もいただきありがとうございました。なお閉店セールまだ継続中です。7月いっぱいは閉店セール、はい、パッションさんは閉店セールで一人でコツコツと販売やらしております。はい、やっておりますか。できれば1号店、新1号店、2号店、目白はぜひ3軒、あと2ヶ月は3軒立ち寄れますので、ぜひあのお立ち寄りいただければと思います。そして自由が丘店は堂々と寿と新子が広いゆったりした環境の中でほわっとしてやっておりますので、自由が丘店もぜひお立ち寄りいただければと思います。お待ちしております。お、はい、ナイス、はい、はい、うん、そんな感じですね。はい、はい、じゃあ今日もご覧いただきありがとうございました。ありがとうございます。This is the fashion. ありがとうございます。ありがとうございました。はい、サリーワモンさん来てください。今はもう楽しいですよね。はしご酒。はしご。はしご酒じゃないか。はしご買い物。はしご。はしごのぞき。のぞき。はい。ぜひぜひです。はい、ありがとうございます。